芝戦4、ここが目標。はい、どうも秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。今週はスワンステークスなんですけれども、このねスワンステークス、スプリンターズステークスとマイルチャンピオンシップの間、そしてちょうど間の距離ってこともあって、まあ、スプリンターと、ね、来るのかなと思いきやそうでもないっていうのがね最近の傾向になってます。まあ、ていうのもね、多分ミオスタチン配列の話で言えばね、 CC のスプリンター型、これがねスプリンターズステークスではよく来る、高松の宮記念ではそうでもないんだけれども、まあ、そういうレース傾向があるだけに専用になってね、まあ、CT タイプがよく来るレースになれば、まあ、これでねここへの適性の差ってことで言えばスプリンターズステークス組より、まあ、それより休み明けの馬がよく来てるなというところをね印象を受けるところなんです。まあ、なので、まあ、本当はねグランアレグリアとかステルビオがスプリンターズステークス回避してここみたいなことをやりだしたら、ああ本気なんだと思うところだったんですけれども、まあ、そうでもなかったんでなんだかなと思いつつ、まあ、スワンステークスがっつりとね予想してみました。というわけでフェガムズアイ予想のポイントです。まあ、休み明けがよく来てます。このレースね、過去11年分過去10年データ調べようと思ったら去年の過去10年データが出てきちゃったんで、まあ10年プラス去年の結果でね、11年分結果を見たところ、休み明け安田記念あたりか、まあその前後のねオープン特別を使った馬が合計11頭馬券に絡んでましたね。まあ年に1頭ぐらいは馬券に絡むと。まああとはねこの芝1400への適性、マイルで走ってきた CT タイプでもその中でねスピードが勝ったタイプ、気性が勝ったタイプのね1400型の馬がよく来てるなという印象を受けるんでね、まあここへの専用適性というのを重視して見ていきたいと思います。というわけで今回の特集なんですが、ネット競馬想定現在8番人気ダイアトニック、まあ、この馬がねシルクのね確か募集馬なんですけれども、まあ日高さんで牧場、何牧場だったっけ、まあノーザンファームが外から買ってきてシルクで募集した馬、まあこういうパターンで言えばザダルがねキャロットファームの方の募集馬でしたけどね、ノーザン系の小口クラブで募集されたけど実はノーザンファンじゃノーザンのね生産じゃなくって他から買ってきましたよという馬だったわけです。まあこういうタイプ、ノーザンがもう相場がすごいですからね、そういったところでのノーザンファームの育成、まあ、そしてそのノーザンの育成の休み明けっていうのもね非常に狙いどころですし、まあ昇級後2000オープン使ってね、オープン勝って安田記念前のオープン勝ったのにね自重してそこを使わずにここに目標を合わせてきたというのはもうね、まあ安田記念ノーザンファーム使い分けるにはアーモンドアイとかいたから、まあこれ以上ノーザンで馬出したってというところがあったんだとは思うんだけれども、まあそれにしてもね、だからこそ賢明な判断でここをベストを目標にしてきた。まあ、G1 で言えばまたマイルチャンピオンシップ目標のね G1 クラスたくさんいる中でって考えると、ノーザンファームとしてはダイアトニックはここが目標だぞというのはあるはずで、ここ万全の仕上げで来るはずです。まあそういったところを見越してもうね嫌な時代ですね、穴馬さえノーザンファームの馬かよということでね、これ買いでいきたいと思います。まあ、そして想定1番人気ボズアスコット、まあ、去年2着以来馬券圏内ない馬です。上がりのね足は毎回よく使えてるんですけどもね、坂井流星も結局ノーザンの馬に乗るし、ルメールもねここなんか想定入ついてないしということで、上がりの足はここ最近の馬券に絡めてない、最近も上がり33秒台以下の、ね、素晴らしい足を使えてるんだけれども、まあ、それでもこねてないあたり、まあ鞍上がねまた鞍上強化が必要なタイミングかなということを考えてここは消していきたいと思います。まあ、そして想定2番人気グランチャール、この馬こんなに人気するかね、まあ、安田記念4着ったってね、前残りの馬場でね逃げた馬が2着、この2番手のこの馬が4着みたいな感じでね、切れ味鋭い超強い馬たちが上位に来る中で、前に残った馬はさほどでもないのかなって気もしてしまう中でのこの結果ですからね、そんなに評価できないです。7歳馬場もうね成績的にも下降戦でしょうと。ただ去年の3着馬ですからね、ここへの適性はありそうですし、まあ、それでも安田で上位に来れたあたり、まあ、人気薄のね他の登録馬と比べたら、まあ、そこそこ買えるのかなということで、まあ、このね印2番人気だから上位のあれっていうよりはこの印の中では4番手5番手評価みたいな感じですけれども、買いでいきたいと思います。そして3番人気スマートオーディン、阪急杯でね復活 V ということでね、
京都新聞杯勝った後ダービー使うだ使わないだでね、5年で、ね、松国から転休になって池江ということで、まあ、そこから長期休養になりました。そこから振るわなかった中で阪急杯でね復活したものの、また大きく負けた。まあ復活がまぐれだったのか、やっぱりねなんだかんだでガタがもう一回来たのかなと。まあそれでもね、やっぱ休養明けってことでもう一回調整し直してもう一回復活っていうのはあると思います。まあ、ダービー出ようかっていう素質が評価されてた馬、まあ、そしてね本当は適性こっちにあるなっていうのもあってのね転休っていうことでね、まあここでスマートオーディンのねあの素質ってやつをしっかり見せてほしいなということで、まあこれがね4番手評価かな、グアンチャーリーが5番手評価かなみたいな感じでね、こんな人気上位で出場するのもあれなんですが、まあ他の馬がちょっと頼りないなということで変えていきたいと思います。まあそして想定4番人気トゥザクラウン、まあこの馬が3番手評価ぐらいですかね。両決はあの母トゥザビクトリーみたいなことでね期待されてながらね、まあ結果が出てなかったのが距離短縮で結果を出してきて、まあところが1個2個ね、あの少し崩れたなっていうところからノーザンファームがしっかり立て直してきた。まあこの決闘だけにね、ここを叩いてマイルチャンピオンシップあたりでね一発穴開ければね、シュボバっていう目も出てくるようなレベルの馬ですが、まあとはいえね、これぐらいの人気順4番人気5番人気で乗るんだったら福永雄一っていうのは逆に頼りになる機種です。これがね1番人気2番人気の福永雄一だとね黙って消したいところなんですが、まあ非常に頼りになる、そこそこねうまい騎手を配してきたノーザンファームの中で序列上位の騎手が出乗ってきたってあたりでも変えると思います。ここはね変えていきたいと思います。まあ、そして5番人気ロジクライ、まあ、この馬ね芝専用自体は現状ベストだとは思います。ただ休み明けってことになるとねいまいちな感じがするんですね。安田記念でね出るところで思いっきり車高ぶっこいてレースぶっ壊してね、あのロジクライのせいで馬券が外れたんで、あのお前かあのここで走って金返せよっていうところではあるんだけれども、まあ、ただ休み明けいまいちでね、去年構想したのは経営聖杯オータムハンデを変えたからなんてところはあると思います。今年はここが休み明け、そう考えると逆に休み明け2戦目は構想してくる馬なんで、ここ叩いてマイルチャンピオンシップのねひらめき大穴あたりで変えたらいいかなというふうに思っております。まあ、そして6番人気マイスタイル、前走函館的には2000を勝ってね距離延長で少し結果が出始めてきたってとこなんだけど、ここを使うのって感じですね。マイルから2000の馬、2000で結果を出した直後1004使うっていうのはねちょっとここまでの実績にない馬なんで、そこが一つ気がかりですね。まあ調子はね取り戻してきているんで面白いんですが、まあそこでね一つスピードについていけるのかと、ここ叩いて次もしくはここ回避して次っていうのは本来の目標じゃないかなということで消しでいきたいと思います。まあ、そして7番人気デアレガード、このコースで春に重賞勝ちと言いたいところなんですが、京都牝馬ステークスですからね、まあ牝馬同士のレース、まあ、そう考えるとね去年ここのスワンステークスの結果見たら出走して6着だったって考えると、やっぱりボバの1戦級相手には差があるのかなってことでね、まあノーザンですしねあれなんですけども、ここは消しでいきたいと思います。そして9番人気はマルフィコースト、これもね京都芝専用適性ありと言いたいとこなんだけれども、じゃあその構想例ってことで言えば京都牝馬ステークス今年3着ってことでレアレガードより下なわけですね。まあ、ここ別定戦で金量も変わらないですからね、まあ、ボバ相手にはこの馬も厳しいだろうと、ボバ牝馬相手にも重賞でもオープン特別でも勝ちきれてないですし、まあ、1戦級とは差がある馬ということで消しでいきたいと思います。まあ、そして、ね、ここ最後残り2頭で迷ったんですけどね、10番人気ロールクエストの方は消しでいきましょう。去年の覇者この距離はベストというとこなんですが、今年はちょっと力が落ちた印象ですしね、シュタルケってカタカナで書いてあるんでカタカナは買いだぞって言いたいとこなんだけれども、クリストフじゃないんでね、今年信頼が受けるカタカナはクリストフだけなんでね、まあ、ルメールとスミヨンってことなんですけどね、まあミルコも落ちてきたし、カタカナってだけじゃなくてそのカタカナに気をつけろみたいなのがね今年はいろいろある年だなってことで、ここは消していきたいと思います。まあ、そして想定11番人気、セイウンコウセイ、今年もね高松の宮記念2着とまだね力に限りがないところは見せてくれました。まあ、そしてねこの馬も距離延長どうかなってことで言えば、準オープンを勝って1600万下条件を勝ってオープン入りしたのはこの京都芝1400のコースということでね適性問題ないと思います。
まあ、復活とはいえ一昨年このレーススワンステークス3番人気14着っていうのがあるなってことで人気を落としてる感はありますが、それで本当にこんな2桁人気になってくれたら逆にこれは美味しい馬券を演出しうるぞってことでね、それなら買いでいきたいと思います。まあ、そんなわけでね、ここまでで5等ボックスで多分当たると思うんですがね、一応まあひらめき大穴ってことで、うちの動画で唯一あの馬券回収率 100% 超えてるコンテンツですからね、気合を入れていきますと、想定12番人気ノーア、まあ、フリージデビュー勝ちってことは芝1400で勝ってきた馬ということになります。まあ、そしてね、コバ初対戦のスプリンターズステークス、着順は8着っていうとね大きく負けたように見えますが、それでも人気からすれば頑張った、まあ、もっと言えばね、ハーツクライ3区で、まあ、CT タイプのミオスタチン配列は CC ではないはずで、ハーツクライ多分 TT ですよねということを考えると、スプリンターズステークスの上位馬と比べてスプリンターズステークスは適性がなかった中でコバ相手に G1 発着できた、G2 メンツも少し楽になるし、こっちに適性があるはずの馬、まあ、ハーツクライ3区でね、距離延長、この1波の延長ってだけでなくね、そういう感じで適性面で大幅にプラスに出るはずです。まあ、プラスに出たからどこまで来れるかっていう勝負になってくるんですが、こうやって2桁人気で落ち着いてくれるんだったら、まあ、これはね、狙いどころの穴馬、穴馬の中でそうやって上り目があって、まあ、なおかつ若くてね、まだまだこれからっていう馬っていうとノーワンぐらいしかいないんじゃないかなということで、まあ、強めに押しておきたいと思います。まあ、3連複6等ボックスで買うかな、そんな感じでね想定してみました。まあ、こんな感じでいかがでしょうか。まあ、そんなわけでスワンステックスぜひ当てたいと思います。以上ハッチーでした。